こんにちは、ゆきです。今日は塗るだけでシワのない指美人、白指姫、お試し。皆さん使ったことあります？だいぶ前から流行ったの。ハンドクリームいいのないですかと聞かれたことがあって、私ね、指悩んでなかったと思っていたら、最近パッて見た時になんか、うわ、シワシワって思う瞬間があって、それで目に入ってきたのがこの白指姫。ちょっと面白いなと思ったのがこの、指の間にね、やろう。もうそんなことよりやろう。じゃあ片方ずつね。手がガサガサになるとか私は正直なくて、なんかシワシワだよね。急激になんか、あれ？ちょっとおばあちゃんの手になってきたって思った瞬間があってね、びっくりしたの。こっちの手、まずね、塗りますね、真っ白。UV カットとトーンアップはもちろんするんです。こっちだけに塗ろうね。ちゃんとわかるように。もともとの指が、ちょっとわかるかな。やだな、これまた大画面だとさ、毛穴が見える？ごめんなさいね。色はもちろん、ほら、真っ白。こっちがアフター。白いでしょ？トーンアップするハンドクリームはいろいろあるじゃないですか。この商品の面白いのは、指のね、シワ。あ、ちょっとわかる？こっちの方がさ、シワないと思わない？ってそう言われたらもうそう見えてくるよね、きっと。これなんです。シワの溝にマイクロパウダーがこう埋まって、その上にホワイトパウダーが重なることで、シワをね、見せなくするの。店頭で試した時に面白くて、お伝えしようかなと思って買ってきたんです。綺麗なのよ、ほら。指のここのシワシワがね、もし気になる方いらしたら、ちょっと試してみて。面白いから。今日はもうこれで終わっちゃったな。そんなこともあるんですね。今日はこれだけ伝えようと思ったの。ごめんなさい。ちょっと短いね、動画。あ、じゃあこっちもちょっと時間がもう少しありますのでっていうか。あまりに短いんで、こちらの左手も塗らせていただきます。そうね。サラサラかベトベトかとかも言うわ。ベトベトって失礼だね。感触ね。ああ、わかった。これね、ベタつきすぎることはない。ハンドクリームってベタっと感が嫌な人いるじゃないですか。ここにね、さらっと潤うって書いてあるんですよ。で、適量塗れば、甲の側はサラサラだわ。手のひらの方はまあ、サラサラではないね。うん、というか、このほら、見て。粉だ。このマイクロパウダーとさ、ホワイトパウダーがさ、指紋のとこにちょっと残ってんだね。これがちょっとベトつくんだな。保湿重視のハンドクリームの人に私は勧めたいんじゃなくて、あくまでこの、シワシワが嫌な人にいいかなと思って。保湿重視だったら私は他の使うかな。私指のシワ全然今まで気にしてなかったんだけど、いざ朝起きてバーってなってると気づくものですね。これそのマイクロパウダーとホワイトパウダーでシワと毛穴も埋まるって書いてあるの。毛穴は私あんまりよくわかんないや。埋まってんのかな？あ、今触ったら白くなっちゃった。これは気をつけないと。そっか、パウダーがつくのか。いい間違いですね。気づいてよかった。そっか、あ、ダメだ。こうやって拭いたらまた落ちるじゃんね。まあいいや。後で何とかします。シワシワを気にしてる方がいらしたら、ほら、綺麗でしょ？あ、ほら、こっちも塗ったから。白くなりました。ドラッグストアじゃなくて、ランキングでこうコスメとか飾ってるようなお店で私は買いました。そこで試せたからね。手のひらがもう時間が経ったらサラサラになってくる。でも粉が残っちゃうから。ほら。あー、やっぱちょっと塗りすぎなのかもしれん。だからこっち側がいいよ。こっち側と指には素敵だと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日もありがとうございます。この動画が良かったと思ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。